なるほど、吉田くんの島根ゼミ。皆さんこんばんは、島根スーパー大使の吉田です。島根のなるほどを楽しく学ぶ島根ゼミ、今回は島根の若き匠たち、伝統工芸の技を受け継ぐ職人を紹介します。助手は五十嵐さんです。あっという間に綺麗な曲線に仕上がるんですね。そうですね、でも力加減とか結構考えながらやってますんで、簡単にやってますけど難しいですよ。松江市東泉町、引き物ろくろ職人濱田光介さんの工房です。ろくろと出会ったのは中学生ぐらいの時だったんですけど、削ったらまあ面白い面白いっていうような格好で。高校卒業後、石川県で引き物ろくろの技を学んだ濱田さん、10年前にふるさとに戻り作品を作り続けています。木目が削っていくうちにいろいろ変化するんですけど、この変化を見るのも楽しいですし、お客さんに買ってもらって使ってもらって、あれ良かったって言ってもらったら見てた甲斐があるなというふうに思いますね。何本もの刃物を使い分け、美しい木目と曲線を削り出します。一方こちらは出雲市内のショッピングセンター。店内の装飾に使用されているのは島根の伝統工芸品です。作品を制作したのは濱田さんなど県内5人の若手職人集団、島根 R プロダクト。工芸の良さを知ってもらい、伝統の技を次の世代へ引き継ぎたいと活動しています。古藤修介さんは安来市広瀬町で出雲鍛造の技を受け継ぐ鍛冶職人。細やかな木片を組み上げて伝統的な文様を形作る組子細工職人、浜田市の吉原啓二さん。石州和紙としてユネスコ無形文化遺産にも登録されている石州和紙を作るのは浜田市の西田勝さん。そしてもう一人、回しながら回しながら、あ、もうちょっと強めでもいいですよ。あ、その感じその感じ。息を調節しながら吹くのがすごく難しいです。大変ですねこれ。そうですね。出雲市で吹きガラスの工房を開く布野康さん。吹き竿という細い管の先に溶けたガラスを巻き取り、息を吹き込み器を作っていきます。自分の思い通りにならないことが難しさですし、自分が意図してない意外な美しさが出るところが楽しさでもあったりします。伝統の技を受け継いだ若き匠たち、工芸の新しい魅力を広めたいと県外での作品展なども積極的に開いています。県では、県指定の64の伝統工芸品のほか、手仕事による工芸品、日用品の展示商談会の出展や商談もお手伝いをしております。今後も島根の工芸の振興のために後継者育成等を積極的に取り組んでまいります。伝統の技を未来へつなぐ若き匠たち、みんなで応援しましょう。次回は守ります、歯と口の健康です。本日はここまで。それではまた来週。